上海歩道国際空港。上海歩道国際空港。上海プードン国際空港は中国、上海市歩道新区に位置する国際空港である。上海市中心部から約30キロメートル、1999年に開港。日本語での漢字の読みに従い歩道空港と読むこともある。 総面積40平方キロメートル、上海市中心部から30キロメートルほどの距離に位置し、全長3400から4000メートル、幅60メートルのクロースパラレル滑走路2本2組、計4本を有する24時間前、天候型国際空港である。空港は2つの旅客ターミナルを中心に構成される。2008年上半期には、西貨物ターミナルが稼働開始した。 現在3番目のターミナル、サテライトターミナル、1本の滑走路の増設が予定されている。収容量は、現在の年間6、0000 000人から8、0000 000人に、貨物取扱能力は600万トンに増える構想である。中国東方航空、上海航空、中国国際航空などのハブ空港であり、国内外48の航空会社が乗り入れ、 海外73都市、国内62都市とを結んでいる。東国際空港開港後の2002年10月以降、上海市西部に位置する上海公共国際空港は、国内線専用空港。ただし、ソウル、金浦、東京、羽田線は運航として利用されている。国際線で、上海歩東国際空港に到着し、上海公共国際空港発の国内線に乗り継ぐ。 場合最短乗り継ぎ時間、MCT は4時間に設定されている。空港には、世界で初めて実用化された高速磁気浮上鉄道、上海トランスラビットが接続し、最短7分20秒で市外まで連絡する。2012年統計、従来の上海公共国際空港は、年々増えつつある、航空需要をまかないきれなくなりつつあったが、公共空港の周辺には、 市街地が広がっており大幅な拡大は不可能であった。そのため中国政府は公共空港の代替として新空港の建設を決め、上海の東の歩道沿岸を開発することになった。新空港は1997年10月に着工2年の歳月と建設費は16.7億ドルをかけて1999年10月1日に開港し、 2007年9月29日まで、上海を発着するすべての国際線、香港線及び、マカオ線も含むが、東空港を利用していた。2007年9月29日以後、日中間政府間の合意により、それまで国内線専用空港の上海、公共空港から、東京の羽田空港及び、ソウルの金浦空港への国際線定期チャーター便が、就航された。今では、 上海公共空港発着の香港、台北、松山線も存在する。開港直後は1本の 4E カテゴリーの滑走路、4000MX60 メートルと並行する2本の誘導路を持つ空港であったが、その後も拡張を続け、2本目、3本目、4本目の滑走路は、それぞれ2005年3月17日と208年3月26日、 2015年3月28日に供用開始された。現在は5本目の滑走路が建設中であり、こちらは完成次第中国商用引きの飛行機テスト専用滑走路とする予定である。2番目のターミナルは2008年3月26日に供用開始し、3番目のターミナルが計画中である。 マスタープランでは全部で3つのターミナルと2つのサテライトホールと5つの並行する滑走路で最大年間億人の利用を見込んでいる。サテライトホールの完成は2019年9月16日の予定である。2025年には第3ターミナルが供用開始予定である。ターミナル1、1号高担路とターミナル2、2号高担路の2つあり。 2008年3月26日にターミナル2が開業した。なお、両ターミナルは約10分おきに運行されている無料シャトルバスで移動できほか、北歩行道、中歩行道、南歩行道の3つの渡り、廊下でも移動できる。これらの渡り廊下は双方向の動く歩道も設置されているが、両ターミナルは500メートルほど離れているので、荷物が大きい時などはかなり時間がかかる。 両ターミナルの中間地点に上海トランスラピットよび上海地下鉄2号線の歩道国際機場駅がある。中歩行道からは両方の路線も利用できるが北歩行道からは上海トランスラピットのみ南方行道からは上海地下鉄しか利用できない。各ターミナルビルには売店や飲食店、駅付近の北歩行道と中歩行道の間にはファストフードの店舗街がある。 両、ターミナルとも、手荷物検査後の待合エリアでは、無線欄によるインターネット接続サービスが無料で提供されているが、アクセスするための暗証番号を、携帯電話の SMS、海外から持ち込んだ帯電話のローミングでも可能で、受け取って入力する必要がある。また、予告なしに中断されたり、使用できなかったりすることがあり、当然ながら、 グレートファイアウォールをはじめとする越も行われているので注意が必要である。中国国内に所在する国際空港においては中国の出入国に関する法令により、たとえ国際線同士相互の乗り継ぎであっても一旦中国の入国、出国審査を受ける必要があるが、東空港をハブ空港の一つと位置づけている中国東方航空は東空港における 国際線同士相互の乗り継ぎに関して、2012年3月11日以降、ターミナル1管内における自社国際線同士の乗り継ぎであると、当日中の乗り継ぎでありかつ受託手荷物が乗り継ぎ便に至るまでスルーでチェックインされていること等の条件を満たしている場合に、限り入国、出国審査を改めて受けることなく、乗り継ぎ来るようにしている。 中国国際航空は乗り継ぎ窓口と持ち物チェックのみで可能。上海公共国際空港とのアクセスは以下の方法などがある。所要時間はどれも1時間半程度で上海公共国際空港第2ターミナル行き。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。